飯よ。うん、できた。おはようございます。7時ね、もう半になるので起きてください。はい、いつもここが遅いからさ、幼稚行く時間の手前になったらバタバタするんだよ。眠いね。おはようございます。今から学校に行ってきます。そうそうそう、はい、今から学校に行く支度をしてます。もう少しで学校行きます。あー眠い。じゃあ、そういうことで、はい、おはようございます。ちょっと待って、今からぐちぐちペをします。じゃあね。シナは今日は朝起きて幼稚園行くまでのルーティンを撮ります。最近買った、自分で買った本です。図書カードね。で、今日のしのちゃんのご飯は巻き場の朝、これよく食べるやつと、そうね、今日はリンゴ切りました。で、今日は朝はこのおにぎり、ちっちゃいやつね、お弁当の甘いのご飯。本当は今日はリンゴとヨーグルトだけって言われてたんだけど、ちょっとおにぎりも食べてください。はい、ねえ見て、つねこぐらし。ちゃんもう時間ないんだよ、行くまでにあと30分ないです。はい、じゃあお願いします。あっちは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 あっち。熱くはない。もう1時間前ぐらいに作ったやつです。お弁当どういう形？あとでお弁当見せるね。うん、はい、ありがとうございます。いただきマンモス。なんでよ。じゃあまずはこのおにぎりから食べていきます。今日は市の幼稚園でお餅つきです。いえ、お餅つきなので、昨日お米を洗いました。もち米で、そういう感じです。もち米めっちゃさ、水で洗うから冷たかった。自分たちでもち米からちゃんと洗うんだ。うん、へえ。それで、うん、めっちゃもち米あったから、うん、うちは年長だから、うん、年長の人だけやるんだって。あ、そうなんだ、研ぐのは。うん、へえ、そっか。じゃあちなみに食べてる間にちょっとご紹介しましょう。はい、はい、そしてこちらが今日のお弁当です。お餅食べるからお弁当の量少なくしてくださいって書いてあった。ちょっとね、いつもよりはちょっと軽くはしたんだよね。見せて見せて。見ますか。せーの、どん。何その笑い。え。そう、好きなやつ食べ食べちゃう。はい、というわけでこんな感じで、今日はね、あんまお肉っぽいのは入れませんでした。近
かも簡単に作れるやつね。今日はおにぎりを握って、これはね、シノの好きなエビグラタンだよね。で、あとね、シノの好きなイカ天、これはね、冷凍食品です。シノイカ天大好き。そう、イカ天とね、これは2つは絶対入れてっていうので入れてます。あとこれに、でもね、うん、絶対にラムーがね、入れてない時もあるの。買い忘れちゃう時もあるんですけど、あといつもはウィンナーとかお肉焼いたりとか卵焼き入れたりしてますが、今日はちょっと軽めでリンゴと、あとこれは味噌きゅうりがね、うちすっごい大好きで、みんな、ただきゅうりをこうスティック状に切って、ただの味噌を一緒に入れとくだけなんですけど、今日はこんな感じで軽く、でも、ね、軽くって言っても見た目重そうだけどね。でもね、しのむしのね、絶対にね、きゅうりも大好きだし、味噌でね、それとしのでね、これが食べて、味噌だけでも食べるんだよね、手につける。でもあんまりしょっぱいからね、あんまり塩分取るのも良くないので、あとここにブロッコリーを入れてます。ブロッコリーはしのちゃんマヨネーズも何もつけずに食べるのが好きで、はい、じゃあこれを今日はお弁当に持ってきます。ただいまの時間ね、7時55分、目標ね、本当は8時15分とか20分ぐらいに出たい。ただ残り約25分とか20分ぐらいで、いろいろ用意したいと思います。まず食べてください。はい、よく飲んだ。ママ、洗濯物干しちゃったりするから、うん、今のうちに食べてて。はい、私が一番遅いので、一人で食べることがめっちゃ多いです。ね、ママ。ママは小学生組と一緒に食べちゃうので、しのちゃん結構ね、割と大きいのがゆっくりめなので、しのちゃんいつも一人だよね。皆さんこんにちは、はじめジャンネルです。イエイ、あたしです。なんかね、ママ、だいぶ前の絵の具を見るとさ、シノが1年生っぽく見える。1年生？うん、ぽく見えるのあった？うん、これから1年生なんだよね。うん、早いですね。うん、ノックさん早いです。ノックさん、どうしよう。じゃあ、急がないとあと20分に行くよ。うん、はい、じゃあ、もう食べ終わったので、リンゴ食べます。じゃあ、こちらのリンゴいただきます。じゃあ、じゃあ、ママの希望、お希望がついております。うちのママはセクチーで、みんなのママもセクチーで、で、見てくれてる人もセクチー。セクシーの意味が分かった。セクシーじゃないしね。ババでしょ、ババ。あ、確かに、うん、おぼかわいい。しのちゃんが遅いので、もうここで髪の毛を結んじゃいます。遅くないよ。遅いです。遅くないです。まず最初にこれ100均で買ったやつ、これティングルタイザーじゃないの、ティングルローザーじゃなくて、あの2000円ぐらいで売ってる櫛あるじゃないですか、サラサラになるやつ、あれにこういうここが似てて、しかもこれがダイソーで買ったんですけど、これもね、割とすぐサラサラになる、着やすいっていうのかな。ダイソーでもこんな節サラサラになるの使えるならよかったね。うん、便利便利、すごい便利、サラサラになりやすい。風っぽいね。うん、大丈夫？今日お餅つきだから喉に入らないよ詰まらせないでね、気をつけてよ。わかった。
よー、はい、かわいい。誰がよ。ね、しなかわいいでしょ。よー、かわいい。はい、食べてください。はい、時間ないですよ。ごちそうさまマンモス。ちゃんと言ってください。ごちそうさまでした。皆さん、おいしかったと思ったら一緒に食べていただいて、どうもありがとうございました。今から歯磨きして着替え、お着替えをします。食べた後はすぐうがいをします。で、こちら、ももかちゃんからもらったやつです。こちら、めっちゃ辛いんですよ。OK だわ。今から着替えます。シノも顔が見えません。自分で着替えて、自分でできるところがね。シノママ、赤ちゃんでしょ。赤ちゃんじゃないでしょ。じゃあちょっと一回切ります。はい、着替えは終わりました。今からトイレに行って、それで幼稚園を行きたいなと思っていきます。今ただいま時間が8時24分です。いつもこんな感じでは。行ってきます。最近も美味しいのでかけちゃうよ。これが私の毎日の朝のルーティンでした。それではまた見てね。バイバーイ。